もこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。2018年1月17日、アップデートが入りました、大丈夫ですよ、別の動画ですよこれは。はい、前の動画とね、同じ。あのね、やっぱ前の動画別に見てくれてるとは限らない。今日この動画が初めてかもしれないんだよ。そうだね。それはね、良くない。本当になんかね、そうなんだ、物語にしちゃダメ。短編小説にしないと。あ、オムニバスね。そう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 。いや、あの説明しないと手抜きだと思われる可能性ある。いやいや、違います違います。手抜きじゃないです。初見の方にも優しく。なるほど。はい、今回は伝えていこうかなと思う。この武器、若葉ですけども。はい、わかりました。若葉でいきましょうか。はい。はい、アップデートで。強かったんだよね。アップデートで足元の塗りが強くなってる。ああ、なるほど。いや、もともとね、いい武器だったのがもっと強くなったということで。そうなんです。素晴らしいことだよこれは。やっぱこのザップが多かったからっていう部分なのかね。だから若葉をちょっと強くしとこうかみたいな。いやーっていうか、まあ、単純に若葉の使用率が低かったんじゃないかな。ああ、なるほどね、はいはいはい。あのもみじもね、同じようにメインが強くなってますので、ちょっと増えるかもということで使ってみるということで。はい、はい、今ルールは、今ルールはエリア。なるほど、いきましょう。さあ、はい、コブトラックのエリアですけども、ブーさあ、こちらの方で若葉ちゃんぐらいね、まあ、動きやすくなってるっていう、ね、イメージですけども、さあ、おー、なるほど、やっぱアプデに関係する武器が多いですね。そうだね。うん、どうしようか若葉。どうなんでしょう。そう、うわーみたいな、こらいいねってなるのか。それとも、まあ、お前の強さを俺に見せてくれ若葉。古いな、昭和のコロコロの漫画から。さあ、ルーラーにして、さあ、スプラッシュボム投げてきますよ。ちなみにスプラッシュボムは少し弱くなっている。少しだけ範囲が狭くなってますね。ただめっちゃ死んでる。関係なくみんなインクアーマーをうまく使っていってるんですね。さあ、ガンガン打っていきましょう。キャッと投げて、危ない危ない危ない、一回下がって、さあ、ガンガン投げていきますね。さあ、これで、あ、相手の、あー、逃がしたくなかった。この番逃がしたくなかったけども、さあ、でもまだまだ関係ありませんね。さあ、相手のヒーク、おー、ナイス、いいですよ。さあ、とりあえずは取られちゃってますけども、状況はそこまで悪くないですね。こういう感じで持っていく。さあ、ちょっとエリア確保されている状況で、逃げろ逃げろ、ナイスナイスナイス。ここで塗ってあげてないと死んでんだよね。うん、いいですね、ああいう風に味方の退路を作ってあげる、大事ですね。あ、ここでボムネイロいて、ここでボムネイロいて、でそんなそんなにびっくり。おー、いいよいいよ、ボムのね、別にあれは、おー、いい、変わってないですからね。やっぱ変わらんね、このボム。いや、若葉はね、一生変わらん、ずっと安心できる強さ。ワンもそうでしたからね、うん、ずっと変わらず若葉強え。安定感がやっぱりありますね。ザ何が強いと、やっぱガチマッチで強いんだよな若葉は。それがいい、うん、味方とか敵のその編成とかにあんまり左右されないっていう部分があっていいですね、うん、割りたいんだろうこれ。あ、うん、割れない、いいですね、君じゃ割れない。割りに来た、割れに来た。でもバブルもね、割りやすくなってるっていうのは今響いたのかもしれないですね、もしかしたら。さあ、両側に行っておきましょう。ミクアーマーをガンガン吐いてあげたい。なんか来てる。さあ、しかし、やってますね、ナイス。味方いいですよ、相手は。バブル入ってきてますけども、さあ、バブルは割りやすくなってるらしいよ、ね、さあ、いますね。はいはい、見た今の当たり、当たられたね、当たりに生かされた。いや、当てに、そう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 、俺が当てたの今の、当たりに生かされたね、今後ろに生かせたんだもん、ね、後ろに投げて。それはね、面白いね、今のは。今のはいい映像撮りましたよ。予想通りの動きしかしてくれない。ガチマッチはね、やっぱり。それ何してんの、塗ってんのか。塗ってるね。いいよいいよ、ちょっとそこの立ち位置くれ俺に。そこはね、塗りやすいところですからね。さあ、でも相手も負けじと塗ってきてますね。サイド入ってる、怖いよ、マニュがサイド入ってる。いや、いい、さあ、戻ってきて、ちょっと塗りが相手ゴムラで取れる。ナイスナイス。で、3人がそこに入ってる。このセンサーは神だね。うん、何でついたセンサーだこれ。普通センサーか、トラップポイントセンサー、うん、多分デュアルの。ああ、いや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 、ですけども、綺麗に入れましたね、ナイスですね。やっぴー、あー、ナイス。いや、このね、下からでも倒せちゃう若葉、いいですね、うん、なんかいいね。さあ、右に投げて、もっともっと投げて、味方に見てもらって、こっち見ようか。うん、
いや安定感あるねさあきついだろうなあそこさんにあわわ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 取られちゃうよりはいいでしょあいつ。あ、すまんね。あら、出口。すまんね。これは好き放題。わかばつえ。やべえ。なんかそのアップデートで足元がね塗りやすくなってるらしいですけど。動画でやるときわかば強いしか言ってない気がする。まあ実際言うことがないんだよ他に。そう変わんねえんだよな。変わんねえ強さなんだよこれ。うん、特筆すべきとこがないんだよ。ただただ強い。うんいい感じですね、それは。さあ、飛ばしてるうちに、ナイス。オッケー。ああ、どうしよう。何が悪い何が。若葉が強い。あれ浮気したくなってる、もしかして。うん、まあ確かにね、足元縫いやすくなったってのと、あとザップがね、うん、スペシャル溜まりづらくなってる。そうだね。いますから、もしかしたら、こう若葉に流れる方多いかもしれないですね、ザップ使いの方で。ああ、強い。いいじゃないですか。強い。さあ。縁側河川敷ですね、はい、縁側河川敷のエリアさあこちらの方でも若葉大活躍できるのかおいますねバケツにローラー、うんうんうん、さあ相手はザップにバケツなるほどなるほどどういう風に変わってるのか周りのねまあ若葉はあんま変わんないんではいはいまあステージに対しての考察というかうわそういうのと喋りながらなるほど、やっていこうかなよく落ち着けるなあのね若葉はね、はい、射程が短いんですよはいはいそうですね、うん、今日オロハリは若葉は射程が短いんで、はいはいはい、射程が長い武器が行って強いようなマップとこに行っても意味がない、うんうんうん、ここのマップでいうと左がすごい長射程が立ち回りやすい、はいはいはい、場所ではあるんだけどそこちょっと担当しづらいかなっていうなるほどね、うん、感じはするそうなるとやっぱ前に行ったりとかちょっと高台から撃つみたいなそんな感じになっちゃうんですかさあいいよさあ塗っていくがここはね、もう負けないように動け、ナイス、うん、いいですね手段をつけるそうなると、おのずと取れちゃいますねさあ、しかし相手がボムラってるうん、このね、時間稼ぎのボムラがすごい強くてうん、やだね敵が帰ってきちゃうからはい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 この間に、うん、超回行くからここねナイス、ああいましたねナイス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 さあ、ここでボムで山にして一旦下がってみましょう味方に雨ぬらしがいるのはいいですねすごくありがたいエリートお願いしますさあ投げてもう一丁投げてさあバケツもねなんか手前側が塗りやすくなったということなんですけどもそれがどんな風になってるのかあー嫌だね相手ボムラ2つだ右越えあーでもボムラ耐え切ってなんとエリア確保あーそれが取られるかあー取ってるいいね味方ナイスですねさあしっかり倒していいですねだー取られるかなこれここでむちゃくちゃにやられる無理くり塗ってくるとやっぱり厳しいですねあー後ろからも来ているよいやボムの上げ方ミスった転がってしまったさあ見てるねこっちのことうん、普通のバケツはやっぱり横が長いしかしエリアのエリアへの意識が高いですね味方まだいる降りてくるさあ逃がしたくないが、うん、やっぱり厳しいですねあーいやーやっちゃったここのミサイルはいやー今味方来てるの分かってたから、うんうんうん、一緒にやりたかったけどさあでもやりきれんかったこのバケツがどう影響してくるかギー抜かれとる後ろをやっといていいですよさあここは塗られたくないできれば塗り替えナイスさあボムラをでもエリアに使わせないのは使わせないナイスですよここカウント取るとこだからということで取れてナイスこのリードはでかい相手がだいぶカウントを進めてからのリードは精神的ダメージもでかいですよさあこうしてピュアしていくが今度は相手が地獄逃がしたくないナイスこれもナイスこれは若葉ナッツ若葉いいですね悪くないでしょうん素晴らしいさあ相手に落ち塗っちゃってボムで嫌がらせしてこれはこのまま行かないんですね行かない右側さあドブイーというよ下がってきてさあインクは増してるおかげでああそこに3人いるそう、なるほどそれは死んじゃうぞあーやめてー
有利だから遅いな。やばい、苦しんでも。いや、多分これはもう間に合わない。頑張れ。間に合うかい。ああ、間に合っちゃいましたけども。ナイス。はい、着地点にね。はい、ああ、で落ち。はい、オール。はい。さあ、でも、残り50カウントありますね。せえ。いや、いいですね、安定感。せえよ、若葉は。動きやすいって感じある。その、足元塗りやすくなったらしいんだけど。さあ、どうだろうな。その影響はそこまで感じない。まあ、もともと、ヒー。オーケー。うわっ。あー、どう？ダメ。あ、ダメ。ダメ。さあ、なんだかんだ長引きますね。そうだね。全然負けるからね、ここから。うん、全然ありますよ、これ。うん。さあ、見てください、ここは。まあね、だからこそ落ち着いて、今までやってきたことをもう一回やるだけ。ナイス、ラッピー。それができるラピアはやっぱ強いね。うん、ラピエリですからね、距離も長い。さあ、あ、これはやっぱ、そこで死ぬっていうことはどういうことか分かっといた方がいい。ここで二落ちはちょっと怖いね。さあ残り敵ボムラあるからね、これ。25カウント、うん、ボムラ溜まるぞ、これ。溜まった、溜めません。ナイス、溜めれないんでーす。いやー、出落ち、溜めれないんでーす。あー、素晴らしい。溜めれないんでボイチャなくてよかった、このゲーム。ボイチャがなくてほんとよかった。どうですか、アプリのなんかあれあります、はい、これはいい。全然ない。もともと強かったのがちょっと強くなったから、うん、あんま変わんないと、ね、変わんない、うん、はいはいはい、まあいいことですね、それは。だからその逆に、うん、その若葉がどうとかじゃなくて、うん、その強くなった武器が対面に出てくるようになるのね、はいはいはい、今まで見なかった武器、バケツだとか、うんうん、その辺の対面をうまくするっていうのが大事だ。なるほどね。うん、どうぞ、縁側。はい、縁側、縁側でいきましょうか。いきましょう。そうですね、やっぱ敵側とかにね、こう新しいアップデが入った武器がいてくれるといい感じだが。おー、マニューバも、ダイナモがやっぱ多いね。マニューバとダイナモは見るね、うん、まあメインが強くなったっていう、うん、そのいい情報修正が入ってくる武器ですから。さあここをね、初動でマジ気をつけた方がいい、うん、チャージャーと使える時は特に。はい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 、確かにね、うん、キュッと抜かれちゃう可能性があって。前で入ってきたら、あ、そっち行くか。それ一体ないと。さあ、マニュコラ入ってきてますね。ナイスです。いやー、後ろからっている。さあ、気持ちいい。さあ、依然ちょっと不利な状況が続いてますね。しかし、塗り替えしたいとこだが止まらないな、意外と。さあ、あー、選択か。ね、左頑張ってくれてたけど、惜しい。さあ、ここでインクアーマーでどうにかしてしまいたいところだが、さあ、このさすがに下がられて、さあ、味方のバブルがあっての、ナイス。なんとなく、ここさあ、一旦確保してしまえば戦いやすくなりますね、だいぶいっているね、チャージャーが。ちょっとさあ、しかしそれも無視して、にギアー、お箸ミストされて、さあ、これはもしかして弾がでかくなった恩恵を今受けたのか。出た。でもなんかかすりっぽいところがちゃんとピシッと当たってる感じがしますけどね。かすりダメージないからね、このゲーム。いや、待って待って、そのかすって逃げれると思うみたいな、逃げれただろうってところが当たってるように見えますけども。さあ、そこら辺はでもね、別にマニューバーを使ってるわけじゃない。無理すんな、無理すんな、無理すんな、無理すんな。分かんない、分かるよ、倒したいのは。分かる分かる。ネットパックはね、逃がしたくない感じがしますけども。さあ、とか言ってるうちに後ろには逃がさせないで左取る一回。いいよ。さあ、左、ここの左取ってるってすっげえ大事で、うん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 、ここ取れてないと勝てねえから。ああ、なるほどね、うん、ここエリアぐらい大事よ。へえ、ここのカウント取れてたらエリアのカウント取れると言っても過言ではない。おお、左側を常に制していれば。うん、左を制すのは世界を制すよね。なんか、ああ、ボクシング。自然に言うから全然出なかった。さあ、とりあえずは、あー、これはもう無理だ。いやー、今のはもう世界選手に行ったでしょ。うん、行ったね。うわー、いやー、すごい、両手でぶん殴られた。こうやって。さあ、カウントはでも、あ、ナイスナイス、進んでますね、ナイスナイス。あー、いいミサイルだ。こういう時に撃ってくれるミサイルは本当にありがたい。あー、なんかすごい。いや、気づいてるかな、この人。ああ、ああ、おお、危ない危ない、引いてったな。さあ、そこにいますね。あのマニューバー腹立つな。ちょっとなんか無茶しに来てるね。うん、まあでも強気に来る気持ちも分かりますね。やっぱ倒しやすい、強気なんだけど
ちょうどいい強気なんだよ。はい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 、はい、一番厄介なね。そうそうそう、いい、いいよ、いい意味の悪口よ、うん、今のいや、分かりづらいからだから、だからみんなね、強くて腹立つでしょ。そうそうそう、うん、ナイス、オッケーよ。ここのスロッシャー止めたのでかい。なあ、よかった、終わってくれて、終わってくれてよかった。今ジェットパック終わらしたんだけど、ね、え嘘え、時間までもジェットパックの時間までもやってんの。さあ、いいよ、こう入れる、まあまあ、入れて、うんうん、カウント取る。さあ、カウントリードしてどん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 進めていきたいところ。ここはグッと入って、さあ、ここは相手の味方に頼んでやってくれるか。変落ち3をよ。今のツッコミはね、すげえよかった。味方も一緒にね、来てくれて、うん、ここ前で詰めれば終わり。あーあー、間に合わない。ああ、そこで一死はきついぜ。あーあー、素晴らしい。いやー、いいですね、よかった今。さあ、でもやっぱりそこまでアップデデってないね、今のところ、うん、うんうんうん、まあいいことなのかもしれないけどね、大幅に変わっちゃうよりは。そうだね、ただでも武器が増えてると、うん、マップに関しては左はやっぱちょっと赤はきついね。あ、見てて分かったと思うけど、うんうん、あれがね、射程が短くて、うん、なるほどな。うそ、縁側河川敷にて協力しよう。はい、行きましょうか。本日の集大成を集中して見せる試合シュッ。けども、はい、スワップでの効果が、おー、うん、ザップザップしてますね。さあ、お互いにそこまで影響が出てる武器はないかな。まあでも相手がザップザップダイナモか。さあ、あ、やっちゃった。いやー、あー、そこか。あー、ゲームだ。ナイス、壁張り付き。さあ、いいですよ、ボムで焼き置く。目の前、さあ、ボムで逃げ場を失わしといたんだけども、これは難しいですよ。さあ、相手やつを倒しておきたい。なんかすごい通り過ぎている。さあ、逃がしたくないところですけども、ザップ上にはダイナモ、おーりー、すはー、ダイナモ、これはきついっすね。この人ラッピーだよね。俺ラッピーこのどこ見てたんだろう、正面見てたんかな。うん、難しいですね、このやっぱり味方がどっち向きでどこに対してこう今目をやってるかっていうのを継続取られ意識しないといけないのが大事な。降りるな、降りるな。さあ、おー、ナイスですね、ナイス。プレッサーで挟んでましたね。さあ、ここは塗り返しておきましょう。引き取られてんのか。いや、なんだあれ、ラッピーか。さあ、ラッピーいますよ。さあ、ラッピーがエリアに戻って、おー、もう一枚エリア内に行って、うん、さあ、これはこう潰した方がいいぞ。ギャー、さあ、全員で潰せば潰せると。いやいやいや、とりあえずカウントはね、進んでますから、ガンガンこのまま進めていきましょう。さあ、ここでボムが欲しい。ナイス、ボム。すげえ、ぜぜぜぜぜぜ。さあ、これは厳しいですね。止めてきて、中はガイザーのみ。うん、さあ、でも、おお、入ってた。さあ、ガイザーやめちまったか。ここで、相手のターンになりましたね、完全に。さあ、敵がその下にいるか。敵がすごく嫌ですね。後ろ下がったか。右に何かいる。あ、いましたね。さあ、エリア内で、とりあえずはリードはしょうがない。リードいいよ、全然気にせず、何より返すことを考えて。さ あ、しっかり塗ってますね、相手も。うおーね、いやー、あのラピ、そこ死ぬぞ、そこ死ぬぞ。ラピとダイナモがきついなあ。でもダイナモのみ。さあ、これ出て取れちゃうな。で、内側取ってアーマー入れて、おー、ナイス。その間に味方に頑張ってもらって、こっち側塗んないと。今度ナイス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 。いや、早いね、やっぱ若葉は。塗り返しが、どうした。ここで別に一回ペナ取られても下地は作ったから、ああ、とはもう返しやすい、さっきよりは。うん、さっきよりは返しやすくなってると思う。さあ、ああ、だから右塗られたね、今度。いや、相手の右往左往してくるところが嫌ですね。ナイス、逃がさない。得意な、しかし相手もいいか。いやー、ボムの投げる位置間違えたな。さあ、でも上取ってるので分かりやすくはある。ナイス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 、いいですね。さあ、逃がしたくない、このザップ。うー、危ない。さあ、助けてほしい。ナイス、味方ナイス。ナイスナイス、これはナイスだ。やっぱりこうやってチームワークだね。いやー、やっていた。
もう一人のカップに。さあちょっとまずいね。お互いペナがあるとはいえカウントがやっている。ナイス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 。冷静になれるチームが勝てるかな。うん、いいですね。ああ手持ち。冷静になれないチームは勝てねえ。うん。ここがやっぱね。ここでね、さっきからね、抑えまで行ってないんで、早いんだよね、ここから解けるのが。ほら、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 なるほど、ね、これしてるとマジで勝てない。ちょっとその、前落ちで気大きくなって、無茶しちゃってるのか。そう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 、前出すぎというか、カウントを取りに行く前に出ることを考慮しないと。ちょっとさっきからカウントが取れてない、それで。確かに。決めに行こうとしすぎだね。もう、これで決めるって。そうだね、カウントをしっかり、まあ、いいとこもあるんだけどね。はいはいはい、はい、スポーった時はやっぱカウントがっつり進むから、うん、いいとこはいいんだけど、今1カウントで勝ち負け多分決定する場面だと思うから、はいはい、あんまりリスク取りたくない、まあ、余裕ができてからね、もういけますよってなってからそれやるのけど、そう、あとはよっぽどなんかこう強いスペシャルやってるとか、なるね、そう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 ぐらい。さあでもいい感じになってますね、こっちの。ここでストップは良くないね。いよいよここペナないときはもうガンガン進めないと。できる限りね。そうだ、引いてもいいから塗りに行く。いいですよ。ここはペナ取られてもいいから。あー、よしよしよし。でかいでかい。素晴らしい、ね。これいけんじゃない？ここから。うん、いけるよね。この状況はもう全員倒しちゃうと思う。いい、いらないいらない。全員倒しちゃって。あとどうやる？取って。オッケー。素晴らしい。いいですね。素晴らしい。うん。いや、そのね、倒す力がやっぱ高い味方だったからこそ、まあね、前後でガーっていっちゃったのかもしれない。そうだね、序盤は、その、取ってから、打開してから、抑えるときに、一人落ちて、4対3状況でスタート。はいはいはい、敵が4の状況で、スタートでこっち、防衛ってなったんだけど、後半から、噛み合って、なるべく死なないようにっていうのが、みんなできたかなっていう感じだった。素晴らしい。うん。はい、というわけで、はい、こちらアップデしてからの若葉若葉使ってみましたけども、うん、感じました？アップデ。いや、感じないね本当に感じてなかったね。うん、そんな感じは。いや、まあそれはね、情報だから、はいはいはい、はい、弱くなってるわけじゃないから、まあそうだね、うん、別に感じなくてもっていうところなんだけども、うん、まあ細かいところでなんかどっか動きやすくなってる部分はあったのかもしれない。うん、なるほどね、うん、まあちょっとさっきその言ったけども、ガンガンもう死を恐れず攻めてる人にとっては結構いい情報修正かもしれないね。そうだね、うんうん、だからそのアーマーをつけて前に詰めるっていう時は確実に強くなってると思うので、うん、なるほどね、うん、あ、じゃあ前よりもっと攻めやすくなった武器になってるということで、攻めやすく死ににくくなってる、うん、ああ、うん、いいですね。それはこれはマジでちょっとザップとの交換があり得る武器。どうだろうね、ちょっとザップはちょっと正直、まあガチマだったら別にどっちでもいいと思う。はいはいはい、うん、はい、どっちも勝てるし、うんうんうん、いけるとは思うんだけど、いける武器だと思うんだけども、うん、対抗戦でどうなるかっていうのはちょっと使ってみないことには、うん、まあね、それやってからですね、うん、なるほど、わかりました。まあでも強くなったんでね、どんどん皆さんも若葉使ってみてください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。